眼科専門医の平松です。今日は視神経乳頭管黄についてお話ししようと思います。よく人間ドックなどで、検診を受けてこのように言われることが多いと思います。何かというと視神経、目の神経がくぼんで見えるというのを視神経乳頭管黄と言います。基本的に人間はみんなくぼんでるんですが、そのくぼみが大きい状態を視神経乳頭管黄、または視神経乳頭管黄拡大という言い方をします。これそのものが悪いんではないんですね。こういう状態がある方は緑内障という病気になりやすいと言われてます。緑内障という病気は40歳以上の20人に1人と言われており、かなり多い病気です。そして日本人の失明原因の第1位となる病気です。なぜこの病気が問題かというと、本当に末期になるまで特別見えなくはないんですね。よく見えてるし何も問題がないと思っていて、あれ見えなくなったなと思ったらもうすでに手遅れということがあるんです。ですからそうならないために前もって調べるのがこの視神経乳頭管黄となります。目の状態を見てもらったり、視野検査、見える範囲が大丈夫かという検査をして定期的な検査が必要となるので、そのことを頭に入れていただければと思います。もし放っておいて見えなくなってからだとかなり治療が難しいですし、失明する確率も高いので、その点をご理解いただければと思います。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。